ミニスカ×ルーズソックスのギャルスタイルの制服姿にファン悶絶。元セッシユートーダー歌手の鈴木愛理が5月15日に自身のインスタグラムを更新し、制服姿を公開し、反響を呼んでいる。この日の投稿では、先月配信された生ラーメン恋ギャル、ついに大石さんの楽曲をカバーさせていただきましたと書き出し、大石正義の楽曲「生ラーメン恋ギャル」をカバーしたことを報告し、制服姿の自身のショットを披露。ピンクのカーディガンにミニスカート、ルーズソックスを履いたギャルスタイルの制服姿を披露し、そして何気になかなか履いたことのなかったルーズソックス。ヘアメイクさんが、学生時代ギャルだった人だから、ショールーズソックスは長ければ長い方が可愛いって教えてくれて2メートルのものを選んだものの、伸ばさないと。とかこれくらいの位置で止めるのが足細く見えるから。とか整える女とかも色々やってくれたんだけど、とにかく手慣れすぎててみんなで爆笑でした、などとコメントを添え、投稿した。この投稿には、出た。簡単ふ。年齢不詳のアラサー、こんな子が同級生にいたら毎日眺めに行く、可愛いすぎる上に歌の実力もあって本当に憧れ。最高です。これは反則だ W、など、様々なコメントが寄せられ、反響を呼んでいた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。